ですか。ゲームで遊びましょう。どうだろう、ヒットポイント前回1万1000だった。よし、9700か。前回よりは優しい。やろうか、うん、やった。強いな。また、それではお客様の準備に移りましょう。しっかりキャラを選んで装備してください。ラッチも装備できますよ。これで速さが800減るパターンだよ。さっきいくつだったっけ速さ。やっぱ速さ削れてるね。めっちゃ削れてるわ。4人いる分削れてるね。エドラなんか速さ80しかねえぞ。どっちか強い。そっちは全体攻撃か。さあ、昔のあの8回のアクリル。ビニガーに行った。メドラでもスキルは発動してないから素晴らしい。100だ。100か、惜しいな。頑張れ、ビネガー生き残った。頑張れ、ビネガー。頑張れ。ああ、惜しい。うまい。いったか。2000。うまい。とりあえず2回攻撃したいな。スウェービネが。惜しい。でも2300。頑張れ。上だ。難しいな。でももう2300だから。いけるでしょ。誰かこの守りだ。
守り難しいよな、守り、みんな守り。これレベルを倒せるな、100いければ。8回か。すみませんでした。助けて。おお、混乱があるんだ。やけどしなきゃなんとかなる。やけどだけお願い。あーよかった。あー10だ、ラッキー。やっぱシャークランスって弱えな、これを考えると。あこれでビネガー、よし、素晴らしい。なんつってんだビネガー。頑張れ、100だ。 OKOK、 勝った、耐えた耐えた。いいね、3でナイフ使えばよかったな。なるほど、ランス弱かった。俺3守ってくると思ったんだよな。これレベルも倒せんじゃない。そうだね、ボケうまいね。待って、次はさ、次スキル発動してくのか。次いっぱいスキル発動してくの。やけどしたらな、2ターン目でやられちゃうかな。マジ使わないで倒せたね。あ、ビンソンだ。これ出るんだね、ビンさんとね。まあでもこれがあるってことはスーパーグレートレアあるから、やっとビンさんとゲットできんじゃね。でもできんだかもよ。いやナイフ普通に使ってればよかったんだ、3の時。見えるもん、待ってるよ。アシュラ欲しいな。下30って強い方だな。うん、そうだね。よし、アシュラゲット。どうする、ビネガー使わないでアシュラ使う。だってさ、ビネガーの28よりアシュラの30の方が強いんじゃないの。あ、速さが、守りが弱いか。そうだね、ビネガー守り強いもんな。そうだね。あ、ごめん、やろう。よし、はい、あ、そう、レンズ見た、これだったの。ビネガー
ですか、足は見せてくれませんよ。足はただ怖い言いませんよ。本当に欲しかったカードなんです。結果が私ですね。なるほど、ねえ、ちょっと待って。ミネが見せてくれませんよ。あー、守備が強いわ。頼りになる。これあ、でもこれの方が潔くていいんだよね。うん、このさ、レンコイン地獄だよな。それではマスカリスとリスト回転続けてほしい。リストの経験は何だっぱい。ガラガラを回せるかもしれない。さあ、今回はガラガラ回す。ガラガラ中世界ですよ。それでは参りましょう。ゴールドジャイアント2個だな。まあでも素晴らしい大活躍でレベル4 100円クリアですね。問題はレベル5か。でも9800だったから1万2000じゃないかなと思うんだよ。1万2000だったら倒せるでしょ。さっきのにスキルが超活用してくるの、うん、いいんじゃんか。ビネがさっきのでいいんじゃないか。パンパン師匠の3ターン目までなんとか耐えればきっとラストさ切れるよ。そしたら攻撃力上がるんじゃないかな。確かに。